どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルザです。最近やっと末尾のゲームが更新されましたね。これによりやっと運利を一通り試すことができました。カウンター型なので扱いにくいキャラかなというのもありますが、実際に使ってみてガチャを引くべきかどうかという話をしていきたいと思います。まあ、期間としてはね、1週間以上経ちましたのでね、改めて評価はしたいと思います。ただ今回闇雲に引くべきかどうかっていう話ともあれなので、複数の視点に分けて話をしていきたいと思います。ガチャを引く人の状況を全部網羅できているわけではないですが、参考になれば嬉しいところです。また今回の動画についてですが、運利が弱いというわけではありません。ガチャ石やキャラが限られている状況を加味しての話となります。その点をご理解の上ご視聴お願いします。それでは早速解説していきましょう。それではまずアタッカー所持の視点で見ていきたいと思います。運利はアタッカー枠となりますので、ここを押さえとかないといけない部分となりますね。アタッカーとして強いなら引くべきキャラですが、既存のキャラと比べた時どうなのかというのをまとめていきたいと思います。まずは通常のアタッカーとの比較となります。陰月や軽竜といった自分の攻撃で火力を出していくアタッカーと比べると、運利は敵に左右される分安定感が劣るというのがあります。また運利自体の必殺技の回転率は高く、攻撃回数も多いんですが、自分のターンが来るたびに火力を出せるわけではないっていうのも特徴です。その点を加味すると、従来のアタッカーである黄泉や陰月、軽竜といったキャラと比較をすると、どうしても自分から攻撃できないっていうことを考えると劣ってくるんですよね。なので優先度はちょっと下がるかなっていうところになります。続いて比較していきたいアタッカーとしては特殊系ですね。持続ダメージや撃破特攻持ちといった特殊なキャラと比べていきたいと思います。こちらと比べてみると、敵への依存度が運利の方が高いっていうのがありますね。持続ダメージや撃破特攻持ちのキャラは敵に依存をあまりせず戦うことができるので、この点は劣る部分かなと思います。ですが運利に関しては適応能力は低いっていうわけはないですが、現在環境をとっている持続と撃破のアタッカーと比べると、どうしても物足りない部分を感じるのかなっていうところです。このあたりはエンドコンテンツで試してみると特に感じますね。なのでカフカやホタルといったアタッカーと土台が違うっていうのはもちろんありますが、安定感っていうところでは劣るんじゃないかというところになります。続いてクラーラとの比較をしていきたいと思います。クラーラとウンリについてですが、編成の被りなどがあるため役割としてはそこまで差が出ないかなっていうところです。違いとしては必殺技の回転率が高いため火力を出す機会がウンリの方が多いっていうのがありますね。またカウンター範囲も拡散となっていますので、クラーラの上位互換という認識で使用はできるというところです。クラーラとの差別点は必殺技の攻撃の有無と攻撃範囲というところですが、これがかなり大きな差というところになりますね。それではいろんなアタッカー所持視点を見ていきましたが、ここで評価を一旦したいと思います。まず運利を他のアタッカーと比べた時ですが、ガチャを引くと考えた時には、新しい編成枠として採用するならありという感じになりました。使用していて感じたのは、ホタルのような特殊なキャラではないっていうところです。どの敵でも使えるという安定感はやはり劣ってしまいます。また、敵の攻撃の依存度が高いアタッカーとなりますので、自分からコントロールしてダメージを出すことができないっていうのも特徴です。その点を考えると、従来のアタッカー視点で見たときに、新しい編成枠として採用するならありっていうところになります。強いんで引きましょうっていうよりかは、新しく開拓したいなっていう人向けなのかなと思います。それでは続いてサポーターの有無視点で考えた時でいきたいと思います。運利はカウンター型となっているため、従来のアタッカーよりもバフの恩恵っていうのは非常に大事になります。そのためサポーターの充実度もガチャを引く判断になりますので、サポーターの有無視点でも考えていきたいと思います。それではまずサポーターが揃っている人視点で考えていきたいと思います。まずサポーターが十分に揃っているならガチャは正直ありかなと思いますね。ただしアタッカーが不足していた場合は優先度が落ちるというところです。サポーターといってもフォフォやロビン、花火といった限定キャラが軒並み欲しいところがあります。すでに揃っているならありなのかなというところですね。星4編成でやってみたりとかするんですけど、やはり星5の方が相性が良かったのがありますので、運利を使うならぜひ揃えておきたいっていうのがありますね。またカウンター編成もそもそも強すぎるっていうわけではないです。普通に使えるっていう感じです。なのですでにピースが揃っていてガチャにも余裕があるならおすすめっていうところになりますね。続いてサポーターが整っていない場合です。サポーターが揃っていない場合、運利のガチャはおすすめしません。運利については味方のバフは非常に大事で恩恵を受けながら戦います。
またこれは先ほど話したアタッカーの部分と被りますが、自分のターンでダメージを出すキャラではないっていうのも特徴です。敵依存かつ味方のバフを有効活用して初めて火力が出るっていうキャラになりますので、サポーターが揃っていないならおすすめはできないキャラっていうところになりますね。それではサポーターの有無の視点での総評に行きたいと思います。サポーターの有無は大事ですが、運理をアタッカーとして迎えるのであれば、ガチャ自体に余裕があるなら引くのはありっていう感じになります。サポーターが揃っていたとしてもカウンター編成を整えて、ホタルのような劇的に変わるような編成っていうわけではありません。ホタルが欠け目すぎたっていうのがあるんですよね。あくまでクラーラの上位互換っていう感じが強いため、サポーターを所持しつつガチャ自体に余裕があるなら引くのはありっていうところになりますので、サポーターの確認はしっかりするのがいいかと思います。続いてエンドコンテンツ目的で考えた場合です。クリアしたい項目で優先度は変わると思いますが、それぞれ見ていきましょう。まず裏庭クリア目的の場合です。こちらに関しては裏庭なら活躍の機会はある程度確保ができるかと思います。特に物理キャラはアルジェンティやブートヒルぐらいとなっていますので、そこに差し込めるのは強いかなと思いますね。またそういった時はクラーラが今までは活躍することが多い傾向だったので、物理キャラの確保としてはおすすめ度が高いっていうのはあります。続いて虚構女児クリア目的の場合です。こちらに関しては追加攻撃ギミックの時なら活躍ができるという感じでした。現在の虚構女児に関してですが、無突無持ちでクロアラとダブルアタッカー編成で満点が取れました。これに関してはかなりラッキーかなというところもありますが、取れる編成というところですね。なのでギミックの影響が大きいので、本当ギミック次第だなと感じています。ですがもともとクラーナの編成が昔から注目されていて、何かとクリアができる要因ではありましたので、それが運理に変わったとしても活躍ができる機会は今後もあるのかなと思っています。続いて末尾の幻影クリア目的の場合です。こちらも追加攻撃ギミックがあればそれなりに活躍っていうところです。更新された末尾っていうのもやってみましたが、一通りクリアは可能でした。ただし最短クリアを目指すとなると、ちょっと星5とかが必要になってくるかなというところです。また指導操作も欲しくなりますね。ボートでクリアを目指したい場合はちょっと不安が残る部分かなと思います。それではエンドコンテンツ視点で考えた時の評価に行きたいと思います。運理の採用で普通にクリアはできるので、最短クリアや満点クリアなどを狙っていなければガチャはありなキャラだと思ってます。エンドコンテンツにおいては編成が揃っていたこともありますが、そこまで不満がなく楽しく使えたなっていうのがあります。正直使ってて普通にクリアできるので問題なしと感じています。それでは運理のガチャについて話をしていきたいと思います。こちらに関して考え方の優先度としては、アタッカー、サポーター、エンドコンテンツで判断の優先度を決めています。では行きましょう。まず結論としてですが、ガチャを引く余裕があるなら引くべきキャラっていうところになります。性能的には面白いなっていうところがありますし、ダメージもそれなりに出しやすいという利点が多くあります。ですが特殊なカウンターアタッカーっていうところがありますので、必ず引くべきかとかそのあたりで考えると、今回はこの判断になったなっていうところになりますね。本当余裕があるなら引いてもいいんじゃないかっていうキャラになってます。また細かい理由について4つほどあります。まず1つ目、従来のアタッカーよりも癖が強く扱いづらいっていうところです。従来のアタッカーは自分から攻撃をして敵を倒すっていうのが目的になりますが、どうしても敵に依存するところがありますので、やっぱ扱いづらいなと思いますね。続いて2つ目は、求めるサポーターが星5ばかりで時間がかかるっていうところです。正直これに関しては復刻だったりとかガチャスケジュール的にっていうところですね。特に星5のホホとロビンは欲しいところがあります。あとはできれば花火も確保したいっていうのがあるんですよね。この3人揃えておくっていうのを考えると、ガチャスケジュール的にもかなり厳しいかなと思いますので、余裕があるなら引けるぐらいがやっぱいいのかなと思ってます。優先度的にはちょっと落ちてしまうんですよね。続いて3つ目です。編成枠として独立したものとなるっていうところです。これに関しては撃破特攻や持続ダメージ型と一緒なところもありますが、カウンター型ということで独立してしまいます。なので新しい編成枠を作りたいっていうのがない限りは、ちょっと優先度としては落ちるのかなっていうところですね。続いて4つ目、エンドコンテンツクリアだけなら運理でなくてもいいっていうのがあるためです。エンドコンテンツのクリアに関しては運理必須みたいな感じではなく、別にいてもいなくても他で代用できるよっていうのがありますので、そこまで必須かって言われるとちょっともったいないなっていうところがあります。まあこの4つの理由が主なところとなりますね。
で、この点から今回は急いで引くべきか、ガチャ石が少ない中で引くべきかと考えた時に、おすすめを自信を持ってできるかって言われると難しいなと思ってこの回答にしてます。アタッカーっていうところはありますが、劇的な変化が起きるかというとちょっと厳しいキャラではあるんですよね。例えばなんですが、ブートヒルとホタルで比べた時に同じ弱点付与っていうのがありますが、やっぱ全然性能の差がありますよね。こういった時に考えて、同じアタッカーなんだけどっていうところを考えると、まあ運にもなかなか進めづらいなっていうところがあります。なので今回はガチャを引く余裕があるなら引くべきという結論にしたっていうところになります。また今回の動画についてなんですけど、運理が弱いというわけではないです。正直扱ってて楽しくて、聞いてからはずっと使ってますからね。扱うのであればハードルが高いなっていう感じになります。性能的にはエンドコンテンツを各種クリア可能というのもありますので、やっぱり十分強いキャラだなと思いますね。ですが各項目で考えた結果、今回はこんな感じというところになります。ただここまでいろいろと話してきましたが、個人的には好きなら引いちゃいなっていうところがありますので、ガチャを引かなくて後悔しそうな人はぜひ引くことをお勧めしたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。